はい、皆さんこんにちは。なんかあれですね。そこから見るとなんかあれですね。ビアガーデンみたいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。ですね、代表のですね、上野と申します。よろしくお願いします。で、今日、皆さん来られた理由は、主に何ビールを飲みに来たんだと思うんですけど、ですよね。まあ、それは分かってます。なんで、さっき、まあ、ちょっと穴ありましたけど、今日はお帰りにですね、先ほど、ブリューテンダーさんズね、お願いして作ってもらった、ペールエールのビールと、バイツェンの小麦のビール。で、ペールエールの方は、うちのね、ほら、モチーフが、熊なんで、リンゴと蜂蜜のエキスが入っている。で、こっちはもともとあるやつですね。をお持ち帰りいただきますので、マイナス1度まで冷やして家で飲んでください。でこれ見るたびに今日の話をね思い出していただいて、まあ、多分忘れてると思いますけど、はい、でもう一個今年ちょっと弊社のちょっと売上が芳しくなくてちょっと T シャツでも売れということで T シャツ作りました。今日僕着てるのはこれちょっとチビチっぽいんですけど、ちょっと大きめのサイズをたくさん用意しています。有名デザイナーが書いてくれました。白は3700円、特別価格、これネットで販売してるんですけどね。で黒はちょっと高くて4400円、黒かっこいいです本当に。熊のちょっとね、なんだろう、柄の、T シャツです。よろしければ、買って帰ってください。で、まあ、こういう話をしてると15分経っちゃうんで本題に入ります。で一つはこのタブロー、今セルソースに買収されましたけどタブローを使った、データサイエンスの、技術教育をしています。まあ、分析の仕方というのも、まあ、こうタブローをどうやって使うかということですね。で今タブローについては多分国内の大企業ほとんどが入ってるはずで、まあ、そこで必要な、まあ、Python の、ね、言語とかそういうのを教えていますということが一つ。それから二つ目はラズベリーパイ、まあ、IoT を、ね、どうやって体感してもらうかっていうのが一番分かりづらいのラズベリーパイかなと思ってまして、まあ、こういった美味しそうなパッケージ入ってるラズベリーパイというとパイじゃないですよ。分かってますよね。シングルコンピューター、シングルマイクロのコンピューターですね。で、これは教育用に作ったボードがありまして、それを使って、さっきの Python で使うんですけど、例えば、そうですね、温度計と湿度計とか買ってきて、で、植木鉢に差しときながらね、これ水、ある意味地球を、上回れば水をやらなくてはいけないなっていうので意図的に水をやるようにするとか、そういうのはすぐに作れるんです。で、あともうちょっと実践的なものであれば、さっきの西田さんとか作ってるのはゴミの分別とかが自動的にできるようなね、こう画像認識で、これはプラスチックみたいな、まあ、そういうのも作れたりします。あと子ども向けにはなんかじゃんけんゲームみたいなね、これグーですこれチョキですっていうのをこう何枚も取って覚え込ませて、ゲームを作るみたいな、そういうのはできるです、ね。まあ、そういったものをちょっと IoT とか AI の教育として取り入れています。で3つ目がですね、こっちの方、もっと思考の方ですね。で、まあ、デザイン思考っていうのは多分今皆さん知ってると思いますけど、今流行りの、元デザインファームで有名な、医療者がやっている、まあ、ものを真似てやっているのがあるんですけど、まあ、これ実はこれ今やりながら、結構ここは一番大変だなっていうのを、まあ、正直体感してます。体感してます。で、特に問題の設定、課題の解き方の間違いな問題の設定です。で、ここにやっぱりちょっと僕たちがこれからやっていかないといけない一番大事なとこかなって思いにやってまして、いわゆる教養なんですけど、まあ、そういったなぜそこに行ったかっていう話をこれからちょっとさせていただきます。で、問題ってどうやって見つけますかっていう素朴な問いかけからなんですけど、皆さん問題って分かってます？問題って何が問題かって、多分正しく言い当てるのが非常に難しいんだろうなって思ってまして、こういう言葉があるんですね。こう経営における最も重大な過ちは、間違った答えを出すことではなく間違った問いに答えることだと。
いうこういうのを出しております。まあ、英語で言うと読んで読んでよThe most serious mistakes are not being made as a result of wrong answers じゃなくて、ね、The truly dangerous things is asking the wrong questions ですと、ね、まあ、これピーター・ドラッカーが言ってる。僕は実は最近知ったんですけど、最近読んだんです実は。で、彼がまあこういうね、いろんなものを見渡せる彼が言ってくれたから、まあまあそうなんだろうなっていうのも僕にはまあ不意に落ちたところがあって、ちょっと例で言います。例でこれ実際にちょっとあった例です。これいわゆる食品メーカーさんだと思ってください。で、X 軸に利益率ね、で縦軸 Y 軸に反則比率、まあ、利益に対する反則比率と思ってください。で、これ量販店さんとかお店です、お店です、お店、ね、本当はこういう名詞が入ってますね。で、まあ、量販店さんなんかは利益率悪くて反則費が高い。で、まあ、高級スーパーね、まあ、紀ノ国屋さんみたいなところは利益率が悪くて反則もあんましなくても、まあ、利益率高いんだよね。まあ、だってこうなるんですよ。で、見たところやっぱここなんとかしないといけないね、ここも問題だみたいなね。まあすごい単純化すればそういうことも言えなくもない。で、これがどん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 増えていくとまずいですよね。確かにそうなんですけど、これをこの結果からこうどうやって問題をこう探し出すかっていうのは多分意外と難しいんです。で、おそらくですね、これ僕現場を見てないので分かんないです。おそらくもっと深いところに問題があって、多分じゃあまず生産、ね、工場で、まあ、レトルトカレー、今日ハウス食品さんなんで言うと、レトルトカレーを作るのに、まあ、1年間の計画作るでしょうと。まあ、そもそも予測してられぐらい売り上げがんじゃないのみたいなね、多めに生産するでしょう。で、まずは小売業者さんに適正価格で販売してもらうんだけど、やっぱり誤っててですね、需要が少なくて、ね、大量商品が余りそうだと、やばい。だけどもう工場でも全部材料仕入れてるしね、もう機関庫も雇ってるし、もう急にそんな変更できませんよと、予定通り作りますよと、言われちゃいますと。するともう在庫がもう膨れ上がって、場合によっては廃棄するリスクが、ね、こう出ると。慌ててじゃあもう分からない、小麦業者さんもすいません、もうこれするやったらもう安くっていいので反則費入れますから、もうさばいてくださいと言って、まあ在庫が軽くなり、ね、コストが低減できると。もしこういうこうね連鎖があるんだったら、多分本当の問題っていうのは予測が間違ってるんじゃないですかと、あるいは多めに作るのは何でなんですか、そもそも生産をですね最初決めた通りしか作れない、そういう柔軟性がなさがまずいんじゃないですかと、まあ多分そういった話になると思うんですよ。で、これが正解かどうかありませんけど、たまたまのね流通と、ね、ここの結果だけを見ただけですけど、多分おそらく、いろんなものが連携していて、これは簡単には解決できないぞというのに行き着くことが実は多いんです。で、まあ、まさしくこれが多分システム思考っていうやつです。部分的に考えない、見えてるのは氷山の一角、目の前にできたことは確かにそうなんだけど、いろいろ見ていくと見えないところも含めてこれシステム的にそうなってるぞなんですね。そうするとなんかマーケティングだけで解決できてもないし、生産だけでも解決できてもないし、営業だけでも解決できてもないしというふうになっていくんですね。で、まあ、僕らは実はこういうところにたくさん今出くわしておりまして、さっきの問題ってやっぱりこう設定するの本当に難しいなと、っていうのをまあこう知らされてます。すいませんですね、で、ただこういう学習をしていくと、社員さんはですね、気にしていくとこう視座がだんだん上がっていくんですよ。あ、これはマーケティングの問題じゃないな、工場だなとか、工場の問題じゃないな、これは、そうだね、例えばそのデリバリーの問題かもしれないし、いろんなことがですね、より本質的、組織的なのを意識つくことがありまして、こう担当社員とかね、僕らの研修の多くは若い子、35歳ぐらいの子なんですけど、
だん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 資材上がっていくんですよ。でこう部長どうなってるんですかと、あるいはもっと言えばね、取締役の間でどんなふうに認識されてるんですかと、実はそういうことを提案される社員さんも出てきます。だからまあ部分的、抽象的な、現象的なものからより本質的なところに今行っちゃうと、で、まあ、ある意味これ社員の、ね、成長にはなるんですけど、いかんせんいかんせんこれが成長しないんですよ。これがしません。これ残念ですけど、本当にね、僕らの、お付き合いしている会社さんで本当に優秀な社員が資産上がっちゃって、で逆に会社さんに愛想を尽かして辞めていく人が多いんですよ。これ解決できないじゃんみたいな、ここまで分かってるのにみたいな、動かないからみたいな、ね、でこれは実名は言え、まあ、どっかで言えるかもしれないですけど、実際に僕たちの対峙しているお客さんの中で起こっていることです。だからやっぱこれ変えたいなって、せっかく研修して資材上がって技術も身についてるのに、なぜ解決に踏み出せないんだみたいな、ね、っていうところが、まあ、僕たちの今最大の関心事です。ここまで大丈夫ですか。一気に行きましたけど、なので、まあ、こういったちょっと僕たちはですね、まあ、やりたいことっていうとこういうことなんですけど、そういった教育研修事業を、まあ、皆さんと一緒に、まあ、進めたいなっていうのが正直今思っていることで、僕我々だけでは多分できないと思います。なので、まあ、今日集まっていただいたね、普段多分僕らがお呼びするのはもっと大企業さんが多いんですけど、今回は多分おそらく新しい方が多いと思います。で、まあ、新たな視点でですね、こういった教育研修事業をこう皆さんのご一緒したいなと思っておりまして、まあ、いろいろ今動いております。ぜひピクがかって弾いていただくとサイトが見れますので、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。